お客様満足度ナンバーワン 100% 新車感 100% 新車感 100% 新車感。国内全メーカー新車最安値に挑戦中。販売エリアは日本全国。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。お客様生の声ホームページに公開中。 100% 新車感。いつも新車感チャンネルをご覧いただきありがとうございます。 100% 新車感、酒々井成田空港店の鈴木です。よろしくお願いいたします。弊社では新型コロナウイルス感染症に伴うガイドラインに沿った営業を実施しておりますが、失礼いたしました、噛みました、ガイドラインに沿った営業を実施しておりますが、お客様同士の接触を避けるためにも事前のご予約をお願いしております。またご来店が難しいお客様に関しましては、ウェブオンライン商談システムといって、ご来店いただかなくても商談ができるシステムを導入しておりますので、詳しくは弊社ホームページをぜひご覧ください。それではお車の紹介にずらさせていただきます。本日ご紹介させていただくお車なんですが、ホンダの N-BOX カスタムでございます。ブレードが GL ターボですね。はい、でこちらのお車なんですけども、今月キャンペーンを行っておりまして、即の台数限定となっております。非常に人気の車種ですね。通常だと3ヶ月かかるものなんですが、即納でご案内可能となっております。価格の方をも表示させていただいております。204万4000円ですね。でこちらなんですけども、いろいろオプション品が最初から8点セットでついております。まずナビゲーションですね。ナビは通常で選んでいただくと十何万とかがまあプラスでかかって、本来の金額と違うんじゃないかって思う方たまにいらっしゃると思うんですけど も最初からついております。またバックカメラ、ETC 車載機、こちらももう標準でついております。あとはドライブレコーダーと専用のフロアマット、あとは安心プロテクトライトといってコーティングでしたり、あとはガラスの方ですね、あの傷がつきにくい加工の方を一緒にさせていただいて、こちらの204万4000円という価格で表示させていただいております。でこちらなんですけども、特別低金利ということで 0.9% でご案内をさせていただいております。ローン金額に関しましては無制限、支払い回数は24回から120回、10年払いまで設定可能となっております。頭金ボーナスも0円から可能となっております。でこちらなんですけども、なんとですね、月々わずか1万300円、1万300円でご案内ができますので、あのもし検討の方は今回の動画を見てちょっとあ気になるなっていうことであれば、ぜひぜひお問い合わせいただければと思います。ではお車のご紹介ですね、させていただきたいと思います。あの N-BOX の紹介動画結構もう出てて、もうみんな見飽きたよっていう方いるかもしれないんですけども、ちょっと温かい目で見ていただけると嬉しいです。で、今はもうちょっと夕方でちょっと薄暗くなってるので、ちょうどあのライトダブつけた感じすごい見やすいかなと思うんで、つけてご紹介したいと思います。前失礼します。ちょっとエンジンかけさせていただきます。N-BOX カスタムなんですけども、 LED の方がもう最初から標準でついてる状態になりますので、結構夜間とかでも明るくて走るときは本当に安心かなと思います。まずですね、スモールライトついた状態、フォグライプ、あ失礼しました、噛みました、フォグランプに関しましてはもう標準でついております。オプションで選ぶ必要はないです。でヘッドライトつけた感じがこういう感じですね。結構明るいですよね。なんかあのたまにあの上向きなんじゃねえかっていう声を聞くぐらい明るいっていう、すごく見やすくなってます。で今ちょうどあのライトつけてるんで、後ろの方もちょっとカメラさん映していただければと思います。ちょっと移動していただいてもよろしいですかね。すいません。はい、では後ろライトついた形ですね。後ろの、ライトの方も LED になってますので、あの分かりやすくなってるかなと思います。でブレーキランプ踏んだ感じがこういった形ですね。でバックランプつけた状態がこういう風に光ります。はい、じゃあちょっとエンジン切ります。で N-BOX なんですけども、軽自動車なんですが、非常に、あすいません、ライトをちょっと消し忘れてましたね、少々お待ちください。
ないですね、すいません、ごめんなさい。後ろの方も収納し、結構広くていいんですよ。ここに後ろに4つのポチポチしたマークがついてるんですけども、ここに手を入れていただいてクッとしていただくとトランク開くようになってます。今座面の方が一番後ろになってる状態なのでちょっと狭めにはなってるんですけども、この中にですね紐があります。これを引っ張りながら押していただくと、ここですね、ここのとこです。これを引っ張りながら押していただくと結構広くなるので、ちょっと大きめのものとかでも楽にいっぱい入れられるんじゃないかなと思います。あとは地面からの距離が低めでなっているので、重たいものとかも女性の方でも結構乗せやすいかなと思います。あとはですね、こちらのちょっと一番後ろにまた戻させていただくんですけども、シート簡単に倒すことができますので、このレバーがサイドについているのでこちらをクイッとやりながら倒していただくと、よいしょ、結構長めのもの、小さい自転車とかだったら結構乗るんじゃないかなっていうぐらいの広さになるので、とてもいい機能かなと思います。はい、あとこちらですね、上の部分にミラーがついてます。今開いてるのであれなんですけど、閉じていただいた状態ですと運転席の方からここ見渡せるようになってるので、後ろに何か物があるかとかそういうものが確認できるようになっております。はい、ではちょっと内装のご紹介をしたいと思いますね。エナボックスなんですけど、軽自動車の割には結構中が広くなってまして、すいませんちょっと中汚いんですけど、ちょっと乗りますね、失礼します。ちょっと座席を私のちょっとポジショニングをさせていただきます。割と前の方に設定はしてるんですけども、足が短いからもしれないんですけど、結構膝からこのところまでの距離が結構広いんですよ。で、足元も広々となってるので、女性以外の方でも割かし広く使えるんじゃないかなと思います。はい、で、この状態でじゃあ後ろどうなのかっていうところなんですけども、失礼します。あ、ちょっと椅子戻しますね、失礼しました。ちなみになんですけども、後部座席跳ね上げができます。なのでトランクを開けるまでしなくても、ちょっと大きなものを乗せたいっていう時はこういう風に跳ね上げをしていただくと、ここのパワースライドカッてやるだけですぐにバッて開くので簡単に乗せられるようになってます。で、戻す時なんですけども、すいません何回も移動していただいて、カミカミですね、ごめんなさい。ここにですねレバーが、これを戻していただいて、手前に戻していただく。で、簡単に戻ります。はい。では、ちょっと早速、後ろの広さを検証していきたいと思います。失礼します。よいしょ。今、これ、座面一番後ろになっている状態なんですが、いかがでしょう。結構、この、前面セットしたからっていうのもあるんですけども、だいぶ広くなってるので、体格が大きい方でも結構窮屈に感じずにいけるんじゃないかなと思います。あとはもう天井も広いので圧迫感感じずに、あ、すいません、ちなみに私結構胴が長い方なんですけど、それでも結構手のひら2個1個ぐらい入るぐらいの高さはあるので窮屈に感じないです。ちなみにこう行って、私ちなみに今 N ボックスを持ってるんですけど、後ろでこうやってやって立てるので着替えができますっていう面で、ちょっとうちの山田とよく食べに行った時とかはここで着替えたりとかをしているので、お着替えにも最適だと思います。はい、では、すいません、カメラに背中を向けてしまいましたね。最後にちょっと一点この N ボックスのいいところというか、まあいいところなのかな、ご紹介させていただきたいと思うので、カメラさん、すいません、ちょっと運転席乗っていただいてもよろしいですか。軽自動車って、いや、ちょっと小さいし、中狭いし、ちょっと低いし、怖いよっていう方多いと思うんですけど、ちょっとカメラだと分かりづらいかもしれないんですけど、目線が結構高いんですよ。なので、小柄な方とかでも安心して運転ができるかなっていうのがあります。
前に私ワゴン R 乗ってて、それから N ボックスに買い替えをしてるんですけども、やっぱり目線がすごく高くて運転するときにすごい安心感が得られていいなと思ったので、こちらはちょっとぜひ紹介したいなと思って紹介をさせていただきました。はい、ありがとうございます。いかがだったでしょうか。まあ、本当にざっとしたご説明にはなってしまうんですけども、まあ、今回ですね、まあ、0.9% ということでご紹介いろいろさせていただいたんですけども、次回ですね、エクステリアとインテリアの方を、まあ、もうちょっと詰めた状態、詳しくご説明をさせていただいたらなと思うので、まあ、次回以降もよかったら見ていただくと、鈴木がホンダを紹介してるんですけども、よかったら見ていただけたら嬉しいです。また何かありましたらコメントなどいただけましたら、そちらをぜひ活用したりとか、まあ、活かしていけたらなと思ってますので、よろしくお願いいたします。では本日ホンダの N ボックスカスタム GL ターボのご紹介以上とさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。